学校法人市場縄手学園は大阪府大東市にある学校法人。1926年に設立された市場縄手高等女学校が母体である。設立者は牧田宗太郎、環境大。設立当時、宗太郎は市場縄手中学校校長であり、官は東京帝国大学を卒業して工学博士の学位を持つ鉱山技術者で、 三井財閥の重役であった。宗太郎、勘兄弟の父は大阪城詰めの幕臣であったが、明治維新により、失職、牧竹の収入は途絶えがちとなった。母の英子が働き、女で一つで七人の子を育て上げた。宗太郎、勘兄弟は自分たちが教育界、実業界で世の役に立つことができたのは、母の教育のおかげであると、 敬愛と感謝の念を抱き、その恩返しのために、子供たちを本当に、立派な人として育てることのできる力を身に備えた、女性を社会に送り出す女子教育を志した。このため、見学の精神として、報恩感謝を掲げている。史上縄手が、高知に選ばれたのは、南北朝時代に、史上縄手の戦いが行われた、史上豊かな土地であることによるらが敗れて自決した。 近代には、尊老思想を、中空外国の模範とされ、正幸を主催神とする四条縄手神社が設立された。女子教育の理想像としたのは、逆境に耐えて子供を育てたとして、女性の勘と称用されていた、正幸の母久子であった。学園設立は、四条縄手神社に拙者として、久子を祀るお母神社が建立されたの同時期であった。戦時した、宗太郎。 環境代は相次いで用去り、さらには後継者と頼んだ宗太郎の長男も創生した。学園を率いることになったのは宗太郎夫人の熊であった。熊は水戸出身で東京女子師範学校卒業後小学校教師を経て宗太郎と結婚した。熊が段家の演者の家庭教師をしていたのが縁であったといい、湘南校のお膝元ですから喜んでと嫁いで、 来たというエピソードが伝わる。熊のもとで、学園は幼稚園から大学までを要する、総合学園に発展した。ありがとうございます。